シュタインスフェルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す、町村でローテンブルク・オプデアタウバー行政共同体の一員。シュタインスフェルトは、フランケン兵自然公園内に位置する。この町は、公式には11の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。シュタインスフェルトは、現在では、 ミッテル・フランケンの一員となっている帝国自由都市、ローテンブルク・オップデア・タウバーに属していた。1803年の帝国代表者会議主要、決議以降、この村はバイエルン領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により、現在の自治体が形成された。シュタインスフェルトの町議会は、町長を除いて12議席からなる。 図柄赤字で右上と左上角に銀の四角形。向かって左は左向きの垂直に立ち上がった銀の四子。向かって右は銀の強壁のある塔を持つ銀の城が半分だけ漂うように描かれている。シュタインスフェルトはロマンティックフランケン観光連盟に加盟している。シュタインスフェルトはアウトバーン A7 号線近くに位置している。 ライヒエルスホーフェン地区に、ケト原カの鉄道模型として知られる、ホーゲージ鉄道模型のジオラマがある。ジオラマは500平方メートルの広さがある。これは、スイスのゴッタルト鉄道のゴッタルト鉄道、トンネル北部の情景を再現しているものである。ありがとうございます。